はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ね、本日埼玉県は草加市にございます山に大塚さんへ今向かっているんですが、実はね、私以前より仲良くしている職人さん、まあ、シールド屋さんなんですが、このシールド屋さん名前五郎ちゃんと言います。この五郎ちゃんがね、自作工具ですよ、ハンマーであったりモンキーであったり、まあ、シノであったり、それをねカスタムされているんですね。で今回山に大塚さんで、またなんかハンマーをカスタムするということで私を呼ばれしまして、今ちょっとその様子をね伺いに山に大塚さんへ来ました。はい、ちょっと行ってみましょうか。五郎ちゃん、おはよう。おはよう。おはようございます。いや、すごいね、ここ。何これ、山に工房。え、今日は何、ハンマーをやってるって。はい、知り合いからの頼まれ品で。ああ、そう。ああ、すげえ、ハンマーカスタムされている。今途中、カスタム途中ということで。途中ね、いいね。今10あったらどのぐらいの段階、今これ仕上がりとしては。仕上がりとしてはまだ5くらい。半分くらい。はい、あ、なるほど。これからどんどんカスタムされていくと。はい、ゴロちゃんです。ゴロちゃん、これ今何の工程？これ柄の長さを、その人の好みによって。あ、なるほど。持ち主、あ、なおちゃんね。なおちゃん、はい。実際持ってるって、ここ200何本。どう、なおちゃん、しっくりくる？そうっすね。イメージ的にはいい。イメージ的にはいい。はい。なおくん。はい。これすごいね。これ何？これはバイク用のグリップです、ね。バイク用のグリップがついちゃうの？はい。これ、ゴムグリップなんで、やっぱ持ちやすいのと、うん、グリップがしっかり効くから、滑りにくいっていう。すげえ、かっこいい。これゴロちゃんのね。そうです。まあ、ここ完成はこういう感じになるってこと。最終的には。最終的には。はい。いいね。トップディスクの400番。トップディスクの400番だ。それ今、ゴロちゃん、はい、400番で磨いて、はい、今ちょっとほら、なんか色が変色してるじゃない。はい、そういったものも綺麗にピカピカになっていくの、これから。これ、この後バフかけるので。あ、バフかけるので。焼き色は取れます。あ、やっぱり熱持っちゃうと少し変色するんだね。そうです。ああ、なるほどね。すげえ、輝いてますよ。今度それは何？バフ？バフです。ああ、白棒、まず白棒で。
白 OK。 白、そうですね。よいしょ、もう白棒だけでも意外とビカビカになるんやね。そうですね。へえ。もうね、もう映ってるよね。映り込むくらい。で、今度それから青に行くの？青です。青の場合はそしたらもうバフも変えるってこと？バフも変えます。あ、バフも変えて。ちなみにその白と青と同じバフでやったらどうなる？番手がやっぱ白の方が荒いので、残っちゃうんで、青棒やってもあまり効果がない。ああ、そう、はい、なるほどね。なのでバフはもうその都度変えると、番手によって変えると。それもただただ刺すだけ。これは抜けないようにボンド、あ、最終的にボンド入れてから刺すっていうことね。そうです。ああ、そういうこと。それ今かけたナットは何ナット？これはロックナット。ロックナットかけてるのね。はい。どう、奈緒ちゃん？いいっすね。いいね、ちょうどいいね。大きさやっぱサイズ的にちょうどいいよね。そうですね。うん、ナイスやな。すごい、いいよ。それもつけるの？そう、これが落下防止になるんで。で、それ何？どういうことになってん？これがネジで締め込んである、このバーエンド。だってもともとそれはそういうものではないよね。そう、もともとこのバーエンドって、あの六角で止まってる。止まってるよね。あ、そこに。そう、で同じサイズの M6 の、あの丸カン。アイボルトの。それを通してあって、あ、そういうこと。考えるね。これだ。それ差し込んだ時には今入れたナットは邪魔にはならないの？ならないです。あ、筒の中にちゃんと、あ、その中に入るってことね。ああ、そういうことか。ハンマー完成。なおちゃん、完成しました。いいね、くさびハンマー。くさびハンマー、これこだわった。これほら短くなったじゃない、はい、そこの意味は、こだわりは何？これはやっぱり水平材と水平材の間の間隔が狭いところ。はいはい、まあ、特にあの1段目、根絡みとかもそうね。そうですね、が狭いとやっぱりちょっと幅が出てるって、叩きにくかったので。それで短くしたと、はい、少しでも触れるようにね。そうです。あ、いいね。そういう理由で。ちょっと見せてもらっていい？はい、かっこいい。すげえこだわり。いいね。これもう明日から登場するの、また現場で。そうですね。あ、そう。一回使ってみて。一回使ってみて。はい。いいね。どんなもんなのか。はい、完成しました。
完成です。今ゴロちゃんにね、強振モデルのシノを磨いてもらってます。すげえ、どんどんピカピカになってる。もう青棒で一発仕上げたと。オッケー。多分オッケーだと思うよ。今ね、ゴロちゃんにね、強振モデルをピカピカにバフで磨いてもらいました。わあ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。あ、いいね、ゴロちゃん、いいよ。いいね。あ、取れたね。ちょっと熱いかもしれない。あ、ちょっと熱いかも。あ、熱いな。熱いな。ちょっと鉄なんで、水使いたくないんで。これ、手入れとしては、もう、なんか油、グリスとかも食わしちゃったら大丈夫？そうでもない。そうでもいい。油、まあ、556とかで、塗布しといけば、うん、ある程度持つと、はい、いうことね。で、まあ、グライナーとか使える人は、バフ使ってもらえば、サビ取れるんで。バフ使って、サビを取ると。はい。で、棒は何？もう緑、青一発でもいける？サビだけなら、青一発でいいと思います。サビだけならね。はい。OK。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと私ね、この後、川口の方で現場へ行かないといけなくなったもんで、山西さんちょっと後にしてね、今川口へ向かっています。そしてね、本日登場していただいた、まあ、なおくん、まあ、それから、カスタムしていたゴロちゃん、実はこの2人ともね、以前山西さんの大売り出し、7月の9、10の大売り出しの時に、会いに来てくれ、そしてまたあのハーネスをね紹介してくれたこの2人なんですが、このゴロちゃんですよ、まあ、ちょっとね知る人ぞ知るちょっと有名なね、職人さんで、まあ、シールド屋さんやってるんですが、このゴロちゃん実はね、いろいろなものをカスタムされて、そんなことしてるんですね。で、まあ、今回もね、なおくんのハンマーをちょっとカスタムしてっていうところを動画上げてみました。ああいう風に作られてるんですね。はい。またね、今後も、強振インフォメーション、いろいろな角度から、ガテン系に特化したチャンネル、ガテン系に特化したね動画を配信しようと思っています。中にはね、ニッチな動画にもなることもございますが、皆さんまた次回この動画でお会いしましょう。ご安全に。